さあ、大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。ドリームチーム同士が激突。ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。さあ、大歓声の中、両チーム選手の入場です。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。センターラインを挟んで両チームにらみ合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。さあ、激闘の幕が開けました。翼君、これはナイスプレーだね。このタックルは不発に終わります。カルバリュ君、ここで止めた。得意のヒールリフトで抜いた。これが美獣のドリブルだ。かわして振り切った。何？イグレシアス君、それ、ここからチャンスを作れるか。右へ回します。それ。なんと奪い返した。なんと、ジャンピングリーダー。ここで大きくサイドチェンジ。長いパスが通った。体ごとぶつかっていった。いけ。ここはパスを出した。それ。体のヒールリフトで抜いた。タックルが炸裂。かわして振り切った。タックルが炸裂。これが二重のドリブルだ。なんという華麗なプレーだ。ボールを浮かせ高く足を振り上げた。ハイファイヤー。これはさらに威力を増したファイヤーショットか。若林君、横に飛んだ。ああ、これも取った。ソーダ君、ロングボールを送る。前チーム合わせて守備に戻ります。葵君、ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。ボールは飛ばず。ナイスプレー。翼君、うわあ、これはまさかの合体。混戦、これが2人の力だ。いけー。予測に鋭く反応。あっと、これを弾いた。ここからセンタリング。ヒューガ君、センタリングに合わせる。パントキック、どこまで運べるか。ダイレクトでパス。これは容赦のない突破だ。よし、上がってんじゃねえ。ジャンプ、ナイスプレーだ。ボールを狙う。本気でいくぜ。あ、これはヘビドラゴンショット。いけ。強烈にストレッチだ。このボールに飛びつく。日野君、物どもが思い知ったか。うん、邪魔だ。邪魔すんじゃねえ。けどけ。本気で行くぜ。ドラゴンショット、いけ。それ、まだ負けたわけじゃないぞ。パスを回す。パスを出します。パスを回す。いけ。ドリルをヒールリフトで抜いた。そこ、横にかわして突破。はは、これが二重のドリブルだ。なんという華麗なプレーだ。これはハイファイヤー。これはただのファイヤープレーではないぞ。ジドー君、おたけびを上げボールに立ち塞がった。あと、このボールをブロック。あ、上から抜いた。ナイスプレータイ。かわして振り切った。ナイスプレーだ。抜いた。見ないと損するぜ。高く上げたボールを全力で抜く。ビッキーサーカス。これ反応しているぞ。と、止めた。パントキックで大きく蹴り出した。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ナイスプレー。センターラインを越えて攻め込む。さあ、シュート体勢。あっと、まるで戦車のように相手を惑わすシュートだ。ソーダ君、このボールに立ちはだかる。ブロックを突き破りゴールへ。このボールを拾います。チャンス。ナイスプレーだ。ミサキ君、横にかわして突破。連続突破で見せます。しまった。チャンスが決まった。
それ、スライディングで止めた。ヒューガ逆サイドにボールを振る。どうだ、フェイント、フェイントだ。まずいぞ、体とぶつかっていった。行くぞみんな。これはチーム全体がまるでキャプテンの手足のように動いている。ナイスプレー、翼くん。これは最大の力を振るだけドライブシュート。おりゃ飛び上がってのテーディング、これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。パスをもらった。体ごとぶつかっていった。水木くん、蝶のように舞う。これぞ貴公子のプレーだ。これしかない。後ろに下がった。必ず決めてみせる。そして豪快なボレーシュートだ。ブロックされたボールは上空へ。パスを回す。小腹のヒールリップだ。水木くん、ここで止めた。蝶のように舞う。水木くん、ここで止めた。このタックルは空発に終わります。翼くん、小箱のヒールリフトだ。あっと奪い返した。水木くん、激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。さあ返せば。キマくん、ボールを狙うが届かない。体ごとぶつかっていった。水木くん、ロングボールを送る。シュートまで持ち込めるか。ナイスプレーだ。ここで止めた。あとドリブルを見送る。チャージが決めた。相手の裏をかいた。三崎くん、ここは抜かせません。ここで大きくサイドチェンジ。どうだ、激しいタックル。お箱のヒールリフトだ。かばして振り切った。お箱のヒールリフトだ。これが二重のドリブルだ。なんという華麗なプレーだ。ボールを浮かせ高く足を振り上げた。ハイファイヤー。これはさらに威力を増したファイヤーショットだ。神道くん、おたけびを上げボールに立ち塞がった。あとこのボールをブロック。三崎くん、ここは勝負を避けた。ネベスくん、ボールを奪うことができません。ここはパスを出した。はぁ、パントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。やったぞ。あ、いたな。青井くん、横にかわして突破。スローインでのリスタート。青井くん、ロングスローできた。こホームチーム、さあ注目の後半戦。はぁ、これが美獣のドリブルだ。体ごとぶつかっていった。抜き去った。ミサキくん、ナイスプレー。タックルも決めた。お箱のヒールリフトだ。かわして振り切った。チャンスが決まった。キャッサイドにボールを振る。ここでパスカット。ここはパスを出す。かわして振り切った。もらった。一気に攻め込みたいところ。鋭いスライディング。石崎くん、ここは勝負を避けた。お箱のヒールリフトだ。ガッと奪い返した。三杉くん、そこ蝶のように。ナイスプレーだぞ。ドリブルと見せかけてパス。もらった。ドリブルを見送る。ボールダッシュ成功。体ごとぶつかっていった。三杉くん、蝶のように舞う。ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。松山くん、表しのようなドリブル。木野くん、センターラインを越えて。どうだ、あっとジャンピングニーだ。ボールを奪うことができません。木野くん、センタリングを上げた。これぞアクロバットサッカー。天高く舞いボールを打ち抜く。これは反応しているぞ。これがネットに突き刺さる。翼くん、このシュートを決めてきた。シューガそれ。さあこのまま突き放すぞ。パスをもらった。それ、ベルナルド君、パスを回す。おっと、よし交代だ。止められない。まずい。どうだ、フェイント。カルバリョ君、
激しいタックル。美咲くん、ボールを奪った。もらったぞ。スライディングで止めた。もらった。かばして振り切った。得意のヒールリフトで抜いた。敵陣へ攻め込みます。これは一騎打ちだ。両者揺さずボールは真上で、空高くで火花を散らす。これはどちらが勝つか。これは両者互角だ。何、上から抜いた。得意のヒールリフトで抜いた。よし、決めるぞ。これはチーム全体がまるで危険の手足のように動いている。ジンリくん、おたけびを上げボールに立ち塞がった。かなり防いだ。この子にかわしてしまう。これで二重のドリブルだ。ボールを打たせ高く足を引き抜く。これはさらに威力を増したファイヤーセットだ。どうしたんだ。さすが天才キーパー若林くん。ロングパスだ。パスをもらった。翼くん、これは南米式のドリブルだ。翼くん、激しいタックル。そうだ、かばった。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。ジトー君、リクソールも蹴り出した。あと、ジャンピングニーラ。これは容赦のない突破だ。ナイスプレーだ。敵陣へ攻め込みます。カルバリュ君、ボールを狙うも届かない。あと、ジャンピングニーラ。キノ君、シュートを放った。クリアでキューバをしのぎます。得意のヒールリフトで抜いた。激しいタックル。ボールは友達渡しません。お箱はヒールリフトだ。俺たちの夢を乗せて。これは最大限の力を込めたドライブシュートだ。このシュートにジャンプで反応。ミランダ君、これはキャッチできない。ここのヒールリフトで抜いた。見切ったこのヒール。まずいぞみんな。鋭いスライディング。美咲くん、素早く外にかわす。まずい。止められない。絶妙な連携プレーを見せつけるか。スライダくん、得意のヒールリフトで抜いた。あっと、ドリブルを見送る。翼くん、夢を乗せて。これはドライブシュートか。全力のシュート。すさまじいシュートだ。ミランダくん、ゴールを割らせません。ハントキックで大きく蹴り出した。ミッドくん、これぞ貴公子のプレーだ。エオッチョ、ナイスだ。これしかない。ミッドくん、まさにフィールド。必ず決めてみせ。華麗に舞い空中でボレーシュート。シュートの勢いも体で止めました。これが美獣のドリブルだ。ミッドくん、激しいタックル。逆サイドにボールを振る。このパスをカットします。ジャンプ1番かわした。それおはこのヒールリフトだ。横をすり抜けた。ジトー君、ここはナイスだぞ。まさに走るダンプカーだ。なんという破壊力だ。ドリブルと見せかけてパスチャージが決まった。もらった。抜き去った。渾身のパスを味方に送る。後方ファイヤーヒットが火を吹いた。ジトー君、ここは身を挺して止めに行く。体でついた。あとドリブルを見送る。得意のヒールリフトで抜いた。シュートに持っていく。これはいけ。足を交差させてくる。トリックシュート。ジトー君、ここは身を挺して止めに行く。あとこのボールをブロック。そこ全身全霊のシュート。ここは反応しているぞ若林君。ボールはまだ生きている。シュートだ。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。空高くで火花を散らす。三杉くん、ボールを蹴り出した。ボールを奪うことができません。木野くん、ここからチャンスを作れるか。センタリングを上げた。ヒューガくん、クロスに合わせに行く。飛び
クルも決まった。狙いすましたシュートでゴールをゲット。ヒューガ、完勝、大量得点で試合に花を添えました。